はい、こんにちは、ピカヤですけどね、グランツーリスモをやっていきたいと思います。グランツーリスモ、いよいよね、VR に対応ですね。私もしっかりね、購入しました。はい、そして今日は何をするかというと、グランツーリスモスポーツの VR とグランツーリスモ7の VR、 何が違うのかについて解説していきたいと思います。まあ、この辺はね、まあ、スペックの話だから分かるんだけど、俺がね、本当に個人的に考えてるこのグランツーリスモスポーツ、グランツーリスモ7でVR を使う時のこの PSVR のね、凄さ、これについてね、ちょっと私が気づいてることがあるので、なぜこれがリアルに見えるのかっていう謎についてね、解説していきたいと思います。それではね、 VR やっていくぜ。はい、ということで、久々に立ち上げてきたグランツーリスモスポーツなんですけど、 4K でね、一応録画しているので結構綺麗だと思う。なんか 4K だと全然、今までね、ちょっとこの前のディスプレイが HD というか SHD だったので、なんか全然すげえグランツーリスモスポーツでも7も変わんねえやみたいなね、感じはありますね。まずね、 VR の画質についてね、説明するときに注意しなきゃいけないことがある。このね、 VR の見えてる画質とね、この前のディスプレイに映ってる画質って違うんですよ。なので皆さんがね、 VR で録画した画面を見てるっていうのは、このディスプレイの画面を見てるので、あくまでもこう見えてる画質と全然、まあ、全然違うってわけじゃないけど、まあ、ある意味全然違うと思ってください。それをね、承知した上でいろんな解説動画見ないとね、これちょっと混乱しますからね。その辺、映像的にパッと見せられて、あ、綺麗じゃないじゃんとか、あ、綺麗じゃんとかっていう風に評価できないんですよ、 VR って。なので、ここのね、画面に映ってる画素数とか解像度、綺麗さっていうのは、まあ、ここディスプレイに映って録画されてるものと、今ね、録画されてるものと違いますからっていうところですね。グランツーリスモスポーツでね、皆さん不満に思ってたと思います。私の動画も VR の動画ね、たくさん上げてますけど、それはね、あくまでも画面を録画した画像なので、見ている画像よりも結構ね、劣化してたんですよ。こちら側にスペックを使うのでね、こっちのディスプレイに高解像度で表示するにはね、画面のディスプレイはどうしても下げなきゃいけないっていうことでね、そういう制約があったんですよ。なので、ね、PSVR からめちゃくちゃ進化したな VR2 って思うかもしれませんけど、実は見てる画面はそんなに違わない。まあ変わると思うけどね、録画してる画面よりは変わるというところ、ご了承くださいというところですね。そして今回歓迎すべきはメニューなんだよね。グランツーリスモスポーツはもうご存知の通りね、アーケードのここね、ここの VR ツアーっていうこの中、これもうね、今もうここからね、 VR モードに切り替えました。ここに切り替えるとね、ほら画質悪くなったでしょ。まあそれは先ほど説明した通りです。ということで、グランツーリスモスポーツは VR が対応といっても、このね、モードが少なかったの。 VR でできるモード、通常のモードができるわけではなく、さっきのメニューで選んだところから入ったこの VR ドライブっていうやつと、タイムトライアルっていうやつと、ショールームっていう、この3つのメニューしかなくて、この VR ドライブっていうのは確か AI と2台で走るんでね。でタイムトライアルっていうのは単独走で VR で走れる。でショールームっていうのは車がね、 VR のショールームの中で、まあ、VR で歩き回りながら見れると。その3つしかなかったんだけど、グランツーリスモ7は全てに対応したっていうね。あのグランツーリスモ7のメニューね、全部どこでも VR で行けるよっていうね、そういう風になっているみたいですね。そこがまず大きく違うところですね。それではね、ちょっと VR かぶって画質がどういう風に変わったのかっていうのを、古いのを見ながらね、これがこういう風になるよっていうのを直感的にね、説明します。でもう一つね、このプレイステーション VR とグランツーリスモ7の組み合わせ、まあグランツーリスモスポーツの組み合わせ、これがね、他の VR、 PC の VR なんかに比べて相当リアルなんですよ。これはね、スペックの問題じゃなくてソフトウェアの問題だと思っていて、それについてもね、ちょっと説明したいと思います。まずはちょっとかぶってやっていこう。かぶってね、かぶりましたね、かぶりました。何やる何やる、みんな大好き GR86 やろうかね。 GR86 やっていこう。なんかモード間違えたモード間違えたな。これがですね、ショールームっていうやつ。大丈夫、これ見えてる。こうやって見て回れるっていう感じなんだよね。 VR はね、当然ね、こう私にはこれが立体で見えてて、ただ皆さんにはね、こうただ画像の悪いね、映像が流れてるだけみたいな、ね、感じになってると思うんですけど、まあ、確かに今見ると解像度は低いザラザラしてる感じはあるんだけど、あのね、 VR の特徴ね、本当にね、ここにいるみたいなんだよね。こうね、左右にこう見渡した時とか、このスケール感、自分の大きさがもうなんか本当にね、ここにいるみたいここでなんかこうあれだよね、なんかコロコロ椅子に乗っかって周りを動いて足でこうね、この高さをこうコロコロ椅子に乗っかってこうコロコロしてるみたいな、本当にここにいる感じがするんですよ。
でね、 PC のダメなね VR、 ダメなっていうわけじゃないけど、 PC の VR ね、おおよそちょっと違ってて、なんかね車がちょっとちっちゃいなとかねなんか俺すごい、俺ちょっと大きくないみたいななんかわかるでしょ、男性の方はわかるでしょ、なんかいろんな VR 見てると、え、なんかこれなんかわかんない、この女の子ちょっと背めっちゃ高くないみたいな俺赤ちゃんになっちゃったのかなみたいななんかそういうことってほら日常 VR 使ってると男の子はちょっとあるんじゃないでしょうか、知らんけどね、知らんけど、でもそれで例えるとね一番わかりやすいと思うんですけど、本当にねもうここに入り込んで、あのちゃんともう等身大の女の子が立ってるみたいな感じで、等身大の車がここにあるというイメージになっていると、そこが素晴らしい、まずそこが第一点ですね。これ誰もレビューしない、誰も言っていないVR のレビューアーが誰も言ってないポイントですね。これはね、私がもう長年 VR をやってきて思うことですね。それがなぜ実現できてるのかっていうのも含めてちょっとね、この後ちょっと話そう。一回ここ戻ろう。うわ、テールかっこいい。ほら、なんか本当にここにいる感じがすごいんだわ。解像度は悪いけど、そこじゃねえんだよな、みたいな。もうスケール感がすげえ、みたいな感じです。一回戻ります。はい、続きまして、ちょっと車に乗っていこう。場所はどこがいい？まあ、いつもおなじみのニュ、もうまたニュールばっかりって言われちゃうね。はい。それじゃあね、モナコでやっていこうって、モナコ熱の、モナコ熱。モナコ欲しいよな。はい。そして、車は GR86。白でやっていこう。おー、すごい！すごい！はい、ということで乗ってきましたけどね。相変わらず、いや今見てもすげえもん、今見てもすげえもん、なんかさ、はい、これね何がすごいかね説明する。さっき言ったスケール感がすごい、このねスケール感がすごいと本当に乗ってるんだよね、この本当にそれがすごいね、本当に乗っている感じがするというか、まあまあ乗ってるねこれは。うん、そしてなんでこれがね実現できるかっていうと、ハードウェアとソフトウェアの開発ツールとかを全部一つのところがソニーが提供してるからなんだよね。だから API っていうのかな、その表示の仕方とか多分そういう関係があって、 VR にするとこの本当にこう乗ってる感じがするっていう。で、確かに現代のね今のすごいパイマックスとかね、すごい VR をつけると視野角も広がるしね、今見てる視野角ね、今ヘルメットをかぶってるよりもちょっと狭いぐらいの感じの視野角、100度ぐらいかなこれなんですけど、まあ、200度とかね、まあ、200度嘘嘘っていうか、まあ170度ぐらいだと思うんだけど、ヘルメットかぶったぐらいよりちょっとまだまあまあ同じぐらいの感覚の視野角が得られるっていう。そして解像度もね、片目がねほぼ 4K 並みのねっていう VR とかもあるんですけど、それはねこういう解像度が良くなるだけで、このスケール感とかはちょっと失われてるっていうね。やっぱりちょっとなんか変だなっていう。車に乗ってんだけどなんかちょっと俺大きいよなみたいな、とか車がちょっとなんかハンドルでかいよなみたいななんかね、なんかそんな感じがするっていうところがあるけど、それがね本当に現実っぽいところなんですよ。それが PSVR の凄さなんですよ。それは多分他社なかなかできない、 VR 作ってるところとソフト提供するところががっつりこうきちっとね仕様を固めてね提供するからそれができるということですね。これがね PSVR の凄さ。もう一点がね、このねグランツーリスモのテクスチャーなんだよね、この素晴らしさ。これはね他の PC のソフトいろいろあるけどできてない。本当にねこう内装の質感、こういうところのね、なんだろうなこういうなんかあるじゃん、ここで分かるかな、これ出てる出てる、俺のちょっと出てるでしょ、こういうとこのなんかこれハンドル握ってるハンドルとこう出てるハンドル違うんだけどね、縫い目のところとかハンドルの縫い目とかさ、このなんかテクスチャーの光り具合とか、まあそれはそれはすごいんすわ本当に。そのテクスチャーの質感、プラスチックの光加減とか、こういうね上の方のこういうところのこうモール感っていうのかな、モールっていうなんていうのかな、なんていうのこの素材感だから、もう一個一個の素材感がね、こう革のテカリだとか、このねプラスチックみたいなこうダッシュボードのこう加減ね、マットな感じとか、その辺、あとはこういうね本当にねプラスチックのこうシルバーみたいな、これはなんかもう見るからにがこれプラスチックだよねって分かるっていうね。あとは本当にこう
同じ黒でももう全然テクスチャーの質感が違うっていう、そういうところがすごい。これはね、ほんと他社では真似できない PSVR グランツーリスモスポーツの時からすごいんですよね。でここまでせっかく作り込んであるのに VR の解像度が低いってところと、このねモード2つのモードしかできなかったっていうところが今回改善されたと、そういうことなんですよ。そこが今回のすごいとこ、うん、だからもうわかるんだ本当にすごいのは。あの映像を見ただけで俺はわかるこれはもう本当にすごいんだろうなって。うん、ほら見て、出てるかどうかわかんないけど、こういうところのさ反射の感じとかさ、こう内装こう走ってると時のこう内装のこう光がさ変わってくじゃん、光が変わってくじゃん、この感じ、この内装の光が具合がさ変化する感じとかがすごいのよ。結局現実っぽいこれすごいっていうのはそういう細部へのこだわりなんだよね、うん、そういうところがすごいんですよ。みんなねスペックとかそういうことでしか測ってないけどね、前編どうなるとかっていうそこではないんだよ、そこだけじゃないんだよね本当に、うん、でもちろんこのねすごいじゃんこの体験ね、こうもう その環境でドライブできるっていうこの楽しさが、まあまあそこはもう語らなくてもいいでしょう、うん、だからこう本当にねこう横が見れるこの感じ、こういうことができるっていうさ、こう見渡せるようになるっていうね、うん、まあ、その辺はねちょっとグランツーリスモ VR2 グランツーリスモ7 VR2 でのね映像がいろいろ公開されてますからね、まあ、その辺を見ていただければ分かることなんだけどね、それだけじゃ分からない、あの映像からは分からないグランツあの VR2 の凄さもう俺は分かってるから、やらなくても、うん、それがね絶対すごいはず、絶対すごいはずだからね、その辺をちょっとね体験してしたいよね、したいよね、もう来るから、あと2週間ぐらいで来ますからね、うん、でもやっぱハンドリングの進化あんますごいんだねうわー突っ込んじゃった、なんかやっぱりグランツーリスモ7なんかスポーツやるとなんかやっぱちょっと挙動がしょぼいなっていう感じする、何がなんだろうな、四輪のタイヤを感じるんだよね向こうは、グランツーリスモ7はね、こっちはなんか本当に片方しか感じない、まあ、あとちょっとこのあれだね、このハンコンがちょっとそれに対応してない感じが、グランツーリスモスポーツなんかこの戻り方もちょっと変だし、ちょっと設定がね、すいません、多分これ推奨設定になってないんで今日ハンコンの話はやめますけど、今日ね VR の話なんで、なんでね、あとちょっと曇ってきちゃうんだよねこれねその辺も改善されてたなと思いますね、うえーなんか筐体が動かない、なんかこうなんだろうな、 G を感じないことに逆に不思議っていうね、はい、で特にね、まあ特にこの VR でグランツーリスモスポーツやると解像度がね、録画の解像度が悪いんだよね、うん、だからそこはちょっとあると思うんだけど、実はもうちょっと俺には綺麗に見えてるんだよね、で両目で保管されるからさ解像度の悪さが、ね、なんか両方で出てるからさ、なんかその2つがこう脳の中で一体化してこう解像度が倍に見えるみたいな、 VR だとそういう効果みたいな、止まんねえなブレーキがそんなとこですよ、まあ、だからちょっと待って、もっとすごい内装の車にちょっと一回乗ろうよ、はい、ということで、ね、そんな凄さが PSVR にはあって、それが進化する PSVR2 はすごいというところですね。まだまだねちょっとね話題は盛りだくさんなんで、ちょっと別の車にね乗り換えますね、はい、ということで次ね首都高に乗ってきました。特にね、まあ、夜の首都高なんだけど、はい一台行ったね、
この車のテクスチャーとか出来が素晴らしいんだよ。見て、ほら、ちょっとクラッチが効かないのが、ちょっと待って、マニュアルがないからさ、このハンコンに。ほら、この動くのメーターが。で、この傷の感じとかわかる？すごいっしょ。これ本物じゃん、これ。ほら、ここんとこ、このメーターのこの感じ、やばくない？はい、これがね、まあ、同じ車があるわけですよ、ね、でグランツーリスモの VR に期待するところ、1台1台の車の内装のモデリングが素晴らしいの、ね、それは VR じゃないと分かんねえわけ、振り向けないしさ、紹介もできなかったから。これがね、 VR になってやっとね、こんなところにほら消火器ありますとかさね、これがもっと高解像度で皆さんにお伝えできるわけですよね。針がさ、針の影がね、わかる、このメーターのさ、動くし、かつこのね、こうタコメーターで普通よ、これタコメーターの影がね、落ちてるわけですよ。ほら見て、このタコメーターのほら影が落ちてるこの感じ、これがもっとね、高解像度で皆さんにお届けができるとね、今ならね、予約でき、誰俺なんか通販みたいになってくる、そういうことなの。だからおじさんたちね、もういいじゃん、カツカツグランツーリスモ買ってもね、なんかデイリーレースとか出ないでしょ俺たち、まあ、出る人もいるけど、いやそういうことじゃないじゃん。もうなんかみんなでさ、なんかグランツーリスモ7でさね、 VR でね、オンラインで全てできるんだから、オンラインでみんなで走るんでしょ VR で。もう素晴らしくね、そこよ次言いたいのは。VR で複数台で声大きくなっちゃってるけど俺ね、ね、複数台で走れるってあなたね、神来たでしょ、やっとこうね、 VR でみんなで楽しく走りたいっていうね、3年間言い続けた、こんな動画をひたすら撮り続けた俺がやっとね、それができるわけですよね。皆さんこれを出たらね、みんなでね走りましょうよ、楽しく箱根をね、こうこれ箱根の山を楽しく走りましょうよ、東名走ってって、これでねコースがないっていうね、コース作ってくれよって、箱根走りたいよこれねっていうね、あのグランツーリスモに出てくるあるこの車、何のために俺たち買ったんやんって、これね、VR でいろんな車に乗りたいからだろうっていうね、わかる、何のために今まで課金してね、車いっぱい増やしてきたんだっていうね、こんな高い車も買いましたよ俺も、このね、これのグランツーリスモ7のモデル、なぜなのか、 VR で走るためでしょう、間違いなく当たり前でしょう。これを、あ、この車もいつ VR 出るんだろうって1年間待ちましたよ、やっとですよね、それが皆さんのところにもうすぐまたツアーみたいな時に届くわけですよ、本当にね、これが面白いよね、面白い本当に、夜ほらドライブしてるでしょこれね、首都高ほらオープンカーで見て、わざとこれオープンカーにしたんですけどね、これね、なんかこのここ怖くね、ここ多分皆さんには伝わってないけど、このあのこの窓の切れ目とか、これなんか事故ったらこれここ刺さりそうじゃない、頭に刺さりそうだろこれ、ここがこういう風に、特に頭に刺さりそうじゃない、これ怖いわこれ、ちょっと頭下げちゃうもんかって、頭下げないと危ねえなこの車みたいななってますわ、あ、後ろから車来ました、ちょっとねブロックしたいと思います、ブロックしたいと思います、おー、いいじゃんこれで、相手もほらね、いろんな車に乗って、ドライブしましょうよ楽しく、おー火出てるわーとかさ、これが高解像度で、あー待った、クラッチとブレーキ間違えましたあんまりゆっくらしてた、ほらこういうことでしょ、ブレーキ速いんじゃないですかとかさ、できるわけですよ、ういういって流れました、ほらこれがもっとみんなでできるわけですよ VR でね、
これ夢のマシンでしょ。まさにどこでもドアじゃないけどドラえもんの世界でしょ。ドラえもんのもうドラえもんですらなかったわこういうのね、夢のマシンじゃんこれ。ほら見て、こういうことですよ。これが楽しめるんですよね、高解像度で。もっとちゃうよもう。ほら安くね、アセットコルサとかやってるよ。アセットコルサもアセットコルサでいいんですけどね、アセットコルサよりも格安なんじゃないですか。ゲーミング PC 買うよりも格安なんじゃないですかこれ VR でね。いいと思います。ゴールしちゃいました。はい、ゴールということで夢から覚めたみたいな感じになってるよねこれ。夢から覚めたみたいな感じになってますけど一回外していいですかこれ一回 VR 外していいですか。はい、ということでね、VR ね、気づかずカメラがずれてましたね。すいませんね、カメラずれてましたね。まあしょうがないですよ、これが VR だから。はい、ということでやってきましたけどね。まあだからみんながね注目してるスペックとか性能とかではなく、本当にねこうリアルな体験ができる理由、それがね他の PC ゲーでは絶対に味わえない今はね VR 体験が VR2 ではできるんですよ。そこが PSVR のすごいところ。メタとかのねメタクエストとかそういうこと言ってる場合じゃない。まああれはあれで別の未来があるけど、この PSVR の未来ね、この本当に等身大、そしてテクスチャーがすごい、車のモデリング、内装のモデリング、外装のモデリング、この辺のすごさ、これがね、あとやっぱテクスチャーだったりその辺のねこだわり、細部がすごいんだわ。全然違う、やっぱ質感が全然違うんだよね。まあグランツーリスモのリプレイ映像ってすごいじゃん。やっぱねこういう映像とかさね、こういう品質で立体的にこう動いちゃうみたいなね、そんなイメージもあるんでね、まあそこまで、まあでもほぼそんな感じだよ。だから本当にね乗ってるっていうことがいよいよ来た、いよいよね本当にバーチャルだけど超リアルで高解像度の車に乗れる時代が来たっていうね嬉しさ、そしてね私が注目してるこうみんなで楽しく走れるっていうところ、 VR でね、こう VR だとまた格別なんだよ本当に。これね全然違う体験になる。そのね VR と通常のねレースゲーどのくらい違うかっていうとね、 FPS っていうまあフォートナイトとかさ APEX とかやるじゃん、まああれはね平面のディスプレイ見てるじゃん、それがもう実際のサバゲーやるぐらい違う。つまり車ゲーをやっているっていう感覚が、まあ、当然だけど拭えないところはあるじゃん。それが本当に中に入り込んで超リアルな世界で自由に好きな車に乗れるっていうことになったっていう、そこなんだよね。この VR2 のスペックがどうとかそういう話では全くなく、本当に現実として車がそこにあるようなものにリアルになったっていうところが、これ300回ぐらい今言ってますけどね、もう興奮が止まらないっていうね俺本当にいや本当に楽しみだもん。いやもう本当にワクワクする。 iPhone が出た時ぐらいみたいな、わかるわかる、本当になんか画期的な装置がやっと出たんだよ。今までの VR はもう全部まがいものって言ってもいいぐらい。いやなぜならば同じメーカーがソフトとねハードウェアを両方監修してなかったから。わかるこれ、この意味わかるっていうことなんだよね。唯一じゃん、本当に唯一 VR のソフトウェアからハードウェアまで一気通貫で全てきちっと管理されてね、統合して管理されて開発されたものが PSVR であって、その PSVR はまだまだ時代的にね解像度も悪くてそれほど現実っぽくない。だけど今の本当に VR のハード機器の進化があってね、でそれをその一気通貫でやっているソニーが出してくるっていうのは、これはね、まあ、イノベーションって言ってもいいぐらいすごいことだと思うんですよね。うん、なのでこれを体感せずに全ての VR を語るなかれ、これは間違いなく業界のデファクトになると思います。
まあ、VR のイノベーションと言っていいほどのことなんですよね。なんでこの PSVR2 をやらずして VR を語る流れだし、今までの VR とは違う、まあ、VR2.0 になったっていうイメージだと思いますよ。今までのやつが VR1.0 だったら 2.0 になったぐらい VR の世界が変わる VR であることは間違いないんですよね、まあ、そういう理由でね。でそれがまあ当然どのぐらいのクオリティで出てくるかはもう大体は私の中では予想しておりますが、まあこれは本当にね楽しみだし、イノベーション、そしてこのグランツーリスモが培ってきたものがやっとね、ゲームの世界からリアルな世界で、まあバーチャルだけどね、本当リアルだと思えるようなバーチャルな世界に飛び出てくる瞬間、これがもう我々がだから本当に期待した瞬間、昔期待した瞬間じゃんこれってね、仮想世界に入り込めるこの瞬間がもうすぐ来るっていうぐらいなことなんですっていうことが言えると思いますよ。とても興奮しております。俺は思えばグランツーリスモスポーツをやって、ちょっと長くなるかもしれません話が思えばグランツーリスモスポーツを4年前にね動画で始めて、このグランツーリスモスポーツの VR とともに育てていただいた皆さんにね、チャンネルそれに興味を持っていただいて、それも PSVR とともに歩んできたこのねチャンネルです。なのでそれがもうやっとね、今まで俺がやりたかった映像が撮れるようになるってことなんですよ。なのでこれからね PSVR 動画ガンガン作ってきますんでね、グランツーリスモでもうそこにね、だってあるんだもん、車がリアルな、ほぼリアルな車がそこにあるんだよ。すごくない？こんな興奮ないと思いますよ。なのでグランツーリスモでコツコツ車を貯めた方、 PSVR マジで買わなきゃ損だと思いますよ。買わなきゃ損で、損でしょ。だ損っていうかもうなんだろう、わかんない、実車買うよりこっち買った方がいいよマジで。だって5万円でどんな車でも乗れるんだね。いやねえ、そんな5万円7万円だっけ、ちょっと値段わかんないけど、いやもういい、10万円以下で買えんだもん。だってこれ20万でも安いよ本当に。いや20万はもちろん高いよ、俺にとっても高いよ、でも実車よりは安いじゃんって思う。だから実車以上の体験がこの中でできるってことなんだから、いや本当にねめちゃめちゃ楽しみですね。まあちょっとこの革命の瞬間またねやっていきたいと思いますんでね、これからガンガン VR 動画でねやっていきたいと思いますんで、ぜひともね、知らなかったって方はチャンネル登録していただいてね、皆さんなんかこう祝おう、このなんかこういうものができたことをさ素直に喜ぼうよね。これをさ一生懸命いろんなね、これがやりたくて作ってきた人たちがいるんだよ。その人たちの人への感謝も込めてさね、これをやろう、やってみようって思うよね。やってみんなで共有していこう、体験をっていうね、こんな素晴らしいことってあるって思っちゃうかな。はい、ということで、いやーほんとね思いは強いんで、ね、ちょっと VR、 この PSVR に対するね、グランツーリスモの VR に対する思いが強すぎて、一時期出ないかなとは思いながらもね、やっと出していただきましたよっていうね、本当にご苦労様ですっていうね気持ちでいっぱいですよ。私は本当にこれをね、やっとですよ皆さんいやなんかわかるもん、このなんかねわかるんだ、こうモデリングした人たちの思いがさね、この解像度でモデリングする意味あんのみたいなことがあったと思うんですよ、一台一台の車ね。それをやっとの思いでこうみんなモデリングしたわけですよ皆さん、本当に頑張ってね。でも PSVR のスペックが悪くてさ、あんまりにそこまでこう、俺もね映像でそれを一心伝えようとしましたけど、なかなか伝わらない部分がありましたよ。それがねやっとね、みんなに理解できるところまで、やっとその解像度で報われるねところまで、モデリングの苦労が報われるところまで来てるという、もうなんか開発者の気持ちにまで、開発者っていうかね本当に作った人の気持ちにまでなっちゃってますけどね俺ね、なんか感慨深いなっていうね。いや本当にいろんなバグ修正もありましたね、モデルでちょっとおかしいところもありましたし、それを直したりもいろいろしましたよねっていう、毎回アップデートのために車が増えて大変な思いしたでしょうというね、それがですよやっと VR2 が出てね、全てが報われるという、我々がそれをね全て体験させていただけるという、こういうことですよ、もうこれはお祝いでしょっていうね。それがなんかね、ソニーが日本企業かどうかって話はちょっとまたすると長くなるんですけど、いやいやそれがね誇らしいですよ。やっぱ俺は日本人として本当誇らしいそうでしょ、そうでしょ、本当にそれを信じて作った人たち、いや素晴らしいと思いますよ本当に。
それをみんなでね体験しましょうっていう思いがあります。はい、ということでまたねこれやっていくんでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。ちゃんと届くんかな俺の VR。